そして今後もどんどん法案は増えてくるはずです。高齢化の中で減ることは絶対ありえないということだと思いますから、この厚生労働の分野を担っていく人、これが自由民主党の中でも極めて重要ということになるわけです。その中で島村大候補予定者、そして比嘉奈津美候補予定者、2人とも大変なエキスパートでありますから、ぜひともそこを担っていただきたいと私は思っているところであります。頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。